この動画は IO データの提供でお送りします。というわけでね、皆さん、写真、 楽しんでますかデジカメで撮影した写真ってね、皆さん、どういう風に保存されてます僕はね、パソコンです。カメラからピュッと取り出して、SD カードをパソコンに挿して、まあ、なんでかっていうとね、やっぱりパソコンで老現像したりとかね、ブログ書くのだってパソコンの方が楽。ただちょっと最近ね、困ってることがある iPad ですよ。iPad でこういうキーボードがついててね、すっごいブログ書くのに便利そうだなーって思うわけですよ。実際便利なんです ですけど大半の写真は撮影してしまえばパソコンの方に取り込んでるわけで例えばね喫茶店とか入ってねこの iPad しか持ち歩いてない時どうしようもないわけですね写真がないんだもんデジカメもいろんなものを使って撮ったりとかそういう風になってしまうとパソコンのローーカルストレージで一元管理してる方が楽だったりするんだだよねだからいざこう iPad だけ持ってパソコンは持たずにお出かけなんかしたりすると出先でブログを書こうかなと思った時に書けないそうなる このキーボードせっかく買ったのにねいまいち活かしきれてないわけですよ。というところでねお役立ちしそうな製品がねじゃんフォトジェニックというものですね、まあ、いわゆるナスですね。こういった形のは、ね、以前にも 紹介しましたけども、これまたね、全然違う新機軸のナスなんですね。IO データフェアで紹介されたんですよ、これ。ジェットさん写真撮るの好きだからこれいいんじゃないですかって。説明を聞いても全然その時は響かなかった。全然響かなかった。だけど、iPad でこのキーボードを買ってブログを書こうかなって思ってなかなかその写真のやり取りがね、うまくいかなくていいんじゃないかなと。 我が家のダイニングルームのカウンターです。ここに電話線が来てる以上、固定電話とルーターを置かなくちゃいけない。この辺にね。で、ここもう雑然としてるわけですわ。その雑然としたところにですね、このフォトジェニック、余裕で 置くことができましたで設置の方がですねここに LAN、えー、ケーブルですねあと電源ですか LAN ケーブルをプスッとそれから電源のケーブルをプスッとこれで設置は完了ですこっから電源取ってますよこの LAN ケーブルはルーターの方につながっておりますケーブルがねほんと雑然としてしまうんですけども <laughs> お好みに合わせてね 巻き巻きしたりとかでね、スッキリさせてください。これで設置は完了です。はい、設置が済みましたらば、付属のこのカード、QR コードが印刷されておりますけどもね、スマホアプリの方でこれを読み取る。QR コード読み取りましたら、促されるまま操作していけば、もうね、つながっちゃいます。で、フォトジェニックの中に入ってる写真データを読み込むことが できるわけですね。これね、今 Wi-Fi で繋がってますけども、インターネット越しでも、4G 通信でも接続ができます。さて、こちら、デジカメから今取り出した SD カードでございますけどもね、この中に写真がたくさん入っておりますけども、どのようにフォトジェニックに取り込むのか。磁石でくっついてる蓋があるんですね、ここにね。パカッと SD カードスロットと USB 端子があるんですよ。もうお分かりですよね。ぐさっと。 LED ランプが点灯しておりますけど、ピッ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 ピと点滅し始めましたね。これ今読み込んでる状態ですね。これが終わりましたら写真を取り込みましたよという合図でございますけどもね。そしてさて、スマホに付属している USB ケーブルなどでね、スマホと接続することができるんですね。こうやって。これで写真を吸い出してくれるんですよ。ほら。 このデバイスに写真やビデオのアクセスを許可しますか許可これで吸い出してくれますはいそして先ほどのアプリの方でございますけどもねこちらの方に取り込まれておりますかねどうかなあ、だーっといっぱい来たいっぱい来ましたねはいこういうサムネイルで表示されておりますけどもあ、一覧来ましたねいっぱい撮ってますねポチっと ね。こんな風に写真を見ることができるわけですね。よっと。はい。写真を見ることができるわけですね。このフォトジェニックね、ごっそりと SD カードの中身をコピーするんで、えー、JPEG だけじゃなくて、この白紙アイコン、これローデータなんですよ。デジカメのローデータも抜き出すことができてるんですね。で、開けるか開けないかはね、ちょっとね、 わからないんですけども、開けるといいな今、読み込んでますね。ローデータ、ものすごいでかいです。85メガバイトもあるんですけどもね。これも、今ね、ネットワーク越しにね、読み込んでいるところなんですよ、これを。もうちょっとで開きますよ。はい。さあ、表示さ、表示された。表示されましたね。いけるもんですね、これは。ここポチってやると。 なんかいろいろ出てきたけどもあライトルームライトルームえもしかしてこれいやこれ僕のシナリオにもなかったことですよこれローデータは開くことぐらいはまあできなくもないんだろうなと思ってたけどライトルームで開けちゃいましたねライトルームモバイルこれでロー現像が ライトルームでこのように編集できてしまうという、ちょっと今感動してます。さてじゃあスマホの方からフォトジェニックの方に写真を送れるのか動画を送れるのか送れます当然。えこれねフォトライブラリーから読み込みすれば良いだけですね。もう何らクラウドと差がありませんね。おうちに置くクラウドサーバーみたいな感じですよ。 月々の料金がかかったりもしないですからね。もうこれ、これ買っちゃえば、あとはもうインターネットの回線の費用だけになってきますからね。あとはね、ちょっと便利な機能としては、フォトジェニックから読み込んだ写真をですね、ここポチってやると、インスタグラムに投稿することもできます。はい、以上、このフォトジェニックの機能ざっと紹介しましたけどもね、いかがでしたか絶対読み込めると思ってなかったら、デジカメからのローデータ、 まあこれ物によるとは思うんですけどもねえこれもなん,なんとかね開けましたねえ1点だけ注意点がありましてえデジカメの DCIM フォルダの中を見に行くのでその外ね例えばね XAVCS の形式の動画ファイルとかはまだ吸い出せないみたいですね一応ねファームウェアアップデートはできるのでえ今後にね期待したら いいいのかなとは思いますすコピーーだけです SD カードスマホからはコピーするだけで中のデータを消してしまうわけではありませんのでねその辺ご安心くださいまあスマホタブレットからブログ書こうと思ったらねこれはねいるなという感じがしましたね、えー、急遽ね、あね最初響かなかったんですけどレビューさせてくださいという話をして、えー、今回のレビューに至りましたフォトジェニックでございました。